演舞開演。どうも、本日はこちら、途中茶で痩せちゃおうというお茶を飲みたいと思います。途中茶というのは以前とあるテレビ番組で聞いたことはあるのですが、飲んだことはありませんので、今回飲めて嬉しいです。中身はティーバックタイプですね。では早速入れていきたいと思います。本来は急須でやるのがいいのですが、うちは急須がないのでティーポットで代用したいと思います。お湯を注ぎます。お好みの濃さになるまで待つということなので、皆様もしばらくお待ちください。入れ終わりました。ではこれを早速飲んでいきたいと思います。では飲んでみます。あれ、この味思ったより、私が見たテレビ番組では途中茶は癖があって飲みにくい味というふうに聞いていたのですが、これはそれが当てはまらないようです。すっきりして後味もよく、とっても飲みやすいです。これで癒されるなら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。